横浜スタジアムの皆さん、こんにちは。小島春菜です。今千葉の、中山競馬場から横浜スタジアムまで急いで向かってますので待っててください。ということで、この移動のタクシーの中で影アナを呼びたいと思います。本日は祝高橋みなみ卒業148.5cm の見た夢 in 横浜スタジアム AKB48 単独コンサートにご来場いただき誠にありがとうございます。開演に際しいくつかお願いを申し上げます。開演中椅子の上に立ったりやむを得ない場合を除き、公演中に移動する行為は他のお客様のご迷惑になりますのでおやめください。開演中のカメラ、ビデオカメラ、携帯電話などによる撮影、テープレコーダーなどによる録音は固くお断り申し上げます。携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑ともなりますので必ず電源をお切りください。会場内の飲食、喫煙は禁止されております。指定の場所をご利用ください。ということで、今急いで向かってますので皆さん待っててくださいね。それじゃあ運転手さんお願いします。それでは小島春菜でした。バイバーイ。